生命でした。昨年の暮れに亡くなられた作曲家の堤恭平さん、こんな楽しい曲も作ってらっしゃったんですね。1961年から始まり、今年で60年というみんなの歌特集しました。70年代80年代の懐かしい作品、皆さんも口ずさんでいただけたんじゃないでしょうか。明日の3時台、日本の歌心の歌はメディアの音楽、1998年の放送楽曲集をお届けいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温お伝えします。今日は台風14号が午後に九州北部へ接近、上陸した後中国四国地方を進む予想になっています。西日本を中心に荒れた天気になるでしょう。沖縄は晴れますが一部でにわか雨がありそうです。